皆さん、明けましておめでとうございます。怪獣チャンネルのフーガです。ミレイです。ライカです。リーです。ママです。パパです。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。また新しい年になりまして、はい、これからいろんなことがまたあると思います。今年また1年頑張っていきましょう。はい、はい、頑張ります。怪獣チャンネルで報告があります。皆さん、すごいこと？すごくはない、ただ嬉しいっちゃ嬉しいかもしれない。怪獣チャンネルオリジナルの何エンディングができました。でも、エンディングってもまだ歌だけね。で、ちゃんとそれはプロの人に作ってもらって、プロの人に歌ってもらってる。で、まだ歌だけできてる感じなんで、エンディングとかで一緒に流れる映像はまだどうしようかっていう段階でまだできてないんだけど、音楽はもう完成してます。イエーイ。聞きたい、聞きたい、聞きたい。エンディングはワンコーラスだけで、まあ2分ぐらいの歌なんだけど、また別の動画で歌だけで動画出しますので、ぜひ皆さん聴いてください。聴いてください。そらくん、頭後頭部すってるよ。頭で今年お願いしますって言ってんの。これお腹空いてんのね。物色してる、物色してるね。いつもより豪華じゃんっつって。うちはね、おせちみんな嫌いだからね、お野菜でね。パパも黒豆と栗きんとん、甘いの大っ嫌いだから。黒豆ね、大好き。いくら、いくら、いくら大好き。俺いくら大好き。おせちっていうおせちじゃないんだけど、いつもこんな感じだよね。美味しそうだね。ソーセージ乗ってるじゃん。ん？な、なにこれ。チンチン。やめてやめて、正月早々。で、お餅もね、たくさん 2.8 キロ2つあって、5キロ超えっていうね、お餅の量。お餅も食べ放題。やっぱ正月って言ったらお雑煮だね。お餅嫌いなの？大好き大好き。じゃあね、皆さん食べていきましょう。食べていこう。